はいみなさんこんにちはこんばんはココンチャンネルのショーが今日は第3次おやつ大会勃発をお送りいたしますよろしくお願いします第3次おやつ大会いよいよ勃発ということですねまあもうほんと残念ながらもう止められないですね誰にもね で、YouTube 蓋がブヒブヒとうるさくてすごいですよ。強化されました。4月に入ってからね。2024年4月1日。もう新年度入ってから、日本の YouTube 蓋、すさまじく強化されています。まあ本当にね、やっぱり欧米化の方の、まあ、グループなんでね、我々日本はね。まあそっち寄りの、まあ安全なお話じゃないと、もうどんどんバンバン、もう本当に。 春の山崎晩祭りもいいところですよ。すさまじいババンババンが始まっていますね。まあ、そのね、あの、もう、あの、5本ぐらいダメになってるんですよ。4月入って、あのお話しした YouTube の内容をね、もう4、5本。それでね、あの、何を話したかっていうと、これはね、やっぱり今起きそうなことを話してるんですけど、 ね、もっとそっち系の話をしてくださいよっていうね、コメント、ありがとうございます、いっぱいいただいて。だけど、本当に言葉出してないんですよ。全く出してなくて、まあ、でもまあ、あの聞いてらっしゃる方々、見てらっしゃる方々は、わかるかなっていう言葉で喋っていても、もうね、その内容を理解して把握し始めたんですよ、YouTube とかでね、警告です。だめなんですよ。 いや驚きますね、進化しているのと同時に、締め付けっていうかね、取り締まり強化月間みたいな形で、まあ、これからどんどんぐんぐん強化していくんでしょうけれども、これってね、あの逆を考えると、何か重大なことがこれから起きる、始まるということなんですよ。だからそれに対して、意見を言うなということですよね。 もう報道されたものが100%正しいんだ、そう思えということなんですよ。恐ろしいですね。これからだからね、まもなく何か起きるということですよ。この1ヶ月以内ね、とんでもない激しいことが、もうすでに情報入ってきています。で、いろんな情報がね、あっちこっちから飛び交って、いろんなことを言う人がいるんですよ。あのーうん、まあ、それについていちいち何も言わないんですけれども。 あのこれはですねやっぱり皆さんが、なんていうんですかね、他ののユーチューブだとか、あのインターネットとか X を調べても、載ってない、載ってることを言ってもしょうがないんでね、載、まあ、ってることも喋ってますよ、もちろんね。でも、載ってない、えー、っていうようなことを話してるんですよ。特に FC2 のラジオの方ではそうです。 とても YouTube では話せない。いや、もう話したら一発版ですよ。もう一発版どころか私がどうかされてしまうね、内容を乗っけてるんですけど、FC2 のラジオの方ではね。いや、恐ろしいことになってるんですよ。でもその内容がね、ちょっとね、あの、カムフラージュっていうか、別の言葉に置き換えてももう YouTube だが分かるんですよ。すごい進化ですよね。 うん、まあでもまあまあ、あのー、そこまで取り締まりを厳しくしてるということは、X の方でもそうなってますよ、だんだんね。これはね、間もなく恐ろしいことが起きるということなんですね。間違いないんですよ。うん、まあ、情報をね、コントロールし始めますので、何か恐ろしいことが起きる前にね。で、いろんな情報飛び交ってますね。えー、一つの、まあ、あの、簡単に触りだけお話しすると、まあ、あの、イノ国というね、 もうそこしか言えないんですよね。あの、次の言葉をちょっと、あの、挟むと、もう危ないんですよ。私だけなんですけど、狙われてるんですけどこれは。いや、なんかね、そうかもしれないし、いきなり他の番組も、え、あそこの番組は言ってるけど大丈夫だよっていうところも、いきなりある日突然多分バンされると思いますよ。あの、本当に近々。それぐらい取り締まり厳しいんですよ。 でまあ、イノ国と言われるところがありますよね、うん、あのその国が、まあ、領事館をやられたわけですよ、この間ね。でそれの、まあ、仕返しっていうんですかねあの、仕返しをするよということで、これはもう始まるぞというね、アメちゃんのところのニュース出ましたね。で、アメちゃんのところは限界態勢を取っていると、昨日からね。で、何か飛んでくるか、何か起きるか、うん、何か始まるだろうと。 これはイノ国の報復なんだよっていうふうに言ってますけど、あのこれはね、そんなにすぐね、あのそのイノ国ってそんなに、あのー、無謀じゃないので、周りの国のバランスとかも考えて行動しますから、そんなにね、あのいきなりやられたからって言って、数日でやり返すっていうことはね、もうないんですね。だからこれはもう自作自演になりますよね。もし始まったとすればね。まあ何が始まるかっていうのは、 うんまあ、もう前のね、あのー、ビルがドカーンってなったのと似たりよったりですよ、まあ、も同じことはしないと思いますけども、まあ、何か大きなことがっていうことですね、予兆が出ているってことなんでしょうね。で、まあ、一方、イの国では、まあ、とりあえず、まあ、やり返さないと仕方ないだろうということにはなってるんだけど、今、会議を続けていて、まあ、慎重ですよ、とてもね。 うんまあ、ホルモン街道封鎖でしょうね。一番効きますよね、それがね、ホルモン街道封鎖。でそれと同時に、まあ、イスラちゃんの方を直撃、何か直撃するでしょうね。で、いろんな、まあ、あのフェイクニュースが出回ってますので、信じてはいけないですよ。あの、こうだ、ああだってね、みんななんか、本当にあっちこっちからね、あの、何をもってしてそんなニュースを流してるのかっていうぐらい。 いやいや、待ってよ、本当に。みんな信じちゃうじゃん、これっていうのが、ものすごい反乱してます。ちゃんとした情報源、いかにもちゃんとしているニュースの、まあ、体裁を作って流してるので、まあ、いろいろね、ちょっとね、信じられなくなってますよ。ちゃんと精査しなければいけないということですね。また、そういうのをねあの、思い込んだり、ね、いろんな YouTube を見て、うわ、これ本物なんだ、みたいなね、なったり、 またこれは偽物なのに信じてるやつがいるよとかね、なったり、まあ、いろんなことが言われているんですよ。うん、だけど、あのー、今は何か大きなことが起きる前ってそうなんですよ。前夜祭ですよね。あの前夜祭のときには、いろんなことがあっちこっちから本当の話も出てくるし、偽物の,、ね、あの話もいっぱい出てくるしね、でたらめを言う人もいるしね、うん。だからね、これはね、今非常に危険な。 兆候が出てていいいいるととうこでですすね右往左をしてはいけないですよだから一喜一憂してもいけないですね。淡々と用意して備えていかなければいけない、もうその時期ですね。だからもう本当、前夜祭ですよ。何か起きるんですよ。すごいことがね。も、ま、う、あ、恐ろしいことが起きるでしょう。まあ欧米のね、日本は同盟国ですから、当然、大混乱に巻き込まれますよ。うん あのこれは日本独立して単独っていうことではないんですけどねあの。国としては単独で独立しているようになってるんですよ。日本国としてね。ところが独立させてくれないんですよね。ずっとね。1945年以降ね。うん、だからこれはね、おのずから巻き込まれていくということになりますね。もうとんでもないことに巻き込まれるので、まあ、用意するしかないですけれども、今ね、皆さんご存知の通り、配送はね、 はい、そうですかですよ。いや、本当に来ない。来ないじゃないですか。これ、沖縄にいるんで、参ってますけど、まあ、もう、あの、備蓄はいいんですよ。あの、全然問題ないんですけど、ただ、あ、こんなものも欲しいなと思うものを、まあ、アマゾンなり楽天なりで頼むじゃないですか。あ全然来ないんですよで。来ないどころか、いきなりね、1週間、2週間、何も来ないし、発送もしてない、どうしたんだろうと思って、まあ、そのまんまにしてあるんですけど、 もう多くのものがですね、キャンセルですよ、いきなり。あの、驚きできなくなりましたってことですね。いやいやいや、始まってるし、これ困るね。みんな困ってんじゃないかなと思いますよ。これからもっと激しくなりますよ、もちろん。これ緩やかに戻っていくってことないんですよ。どんどん激しくなる。あの、お墓を建てる人、お墓もね、お墓を建てる人も、ものすごい大活躍始めましたので、まあ、あちこち大変なことになってますよ、世界中。で、日本は、 あのセキュリティがね、各企業、甘いんですよ、ものすごく。もう本当、隙間だらけなの。だから、簡単に入っちゃうんですよね。あのー、メガネレンズの会社も簡単に入られちゃったでしょで、メガネのねレンズ、今、作れない状態なんですよ。メガネがね困っちゃいますよね。昔ありましたね、コマーシャルで、メガネは顔の一部ですって、伸び伸びただね。 のびのびだってあれメガネなの目なのメガネでしょあれ。でも目に見えるよね <laughs>。メガネがもう埋め込まれちゃってるみたい <laughs>。怖い怖い怖い <laughs>。いや、だけど本当にメガネは顔の一部ですっていう話ですよで。そんなに大事なメガネ、まあコンタクトレンズもそうですけど、今品不足でね、あのー、作れなくなっている。ね。で、メガネが作れないと、まあとりあえず困りますよね。 まあ何やるにも困っちゃう。車運転するのにもね、眼鏡仕様だったらメガネないといけないじゃないですか。で、ドアが合わなくなってね。いや、ドアが合わなくてどうしようって人いっぱい出てきてるんですよ。ダジャレ <laughs> いや、違う違う、本当に。どうしようって思ってるの、みんな。で、新しく作りに行ったら、いや、今レンズがなくてね、作れないんですよって言われるんですよ。え、じゃあフレームだけでもなんてことないですよね。フレームだけ買ってきたってしょうがないですもんね。レンズが入ってなかったらね。 いやあ、みんな困ってますよ。これはね、一大事。で、あのー、回復するめどがつかないって言うんですよ。だからメガネがね、ずっともう作れないかもしれないんですよ。だから今、メガネが、やっぱりなんか必要かもしれないね。これから先必要かなっていう人は、作っとかないと値段が爆発的に上がるのと同時に、作れなくなっちゃうんですよ。恐ろしい話ですよね。こんな風になると誰も思ってなかったでしょ でも、なるんですよ。だから、前から言ってるように、ね、あの、以前、ずっと前お話ししましたよ。メガネもね、コンタクトレンズも山ほど買っておいてください、作っておいてくださいと、ね、その通りにしてた人は、ああ、よかった、ここ作っておいてということで、安心されてるみたいですね。まあ、よかったですよ。私も、あの、いっぱい、あの目はね、乱視なんですよねあの。目はね、遠くは見えるんだけど、乱視でね、なんか、いっぱい見えちゃう時があるんですよ。あの、疲れてる時ね。 普段は大丈夫なんですけど、では乱視用のメガネを、まあ、3つ、4つ持ってますよ。使ってないですけどね。あのメガネはいつもしてないんですよ。あの老眼も老眼になり始める年をはるかに超えてるんですよ。で、老眼はないんですよね。ありがたいことにね。うん、だから近視とか遠視とか老眼が一切ないくて、乱視だけなんですよね。乱れるんですよ。心が乱れてるのかな <laughs> いや、本当に。 <laughs> ね反省しなくちゃ。<laughs> 全然お前、反省してないだろうってね、聞こえてきてますよ <laughs>。どこ反省してるんだってね。笑うなってね、そうそう。いや、そうそうじゃないですよね。大変なことが起きるんですよ。まあ、間もなくね、まあ、世界を巻き込む大騒動が起きかねないということですよ。で、これは日本はね、直接影響を受けてしまうんですよ、やっぱりね。今、西側と東側で、ね、対抗戦みたいになってるじゃないですか。 あのもう真っ二つになってるわけですよね。いやー、もうどっちにつくかじゃなくてもう、もうしょうがないんですよ。欧米の方にグループにもう組み込まれちゃってるんでね、これ抜け出せないんですよ。でもそれをね、今さらのように、いやいや、なんか抜け出して、なんか向こう側についた方がいいんじゃないのかななんていう人いるけど、無理なんですよ。あの日本という国の立ち位置が不可能なんですよ。もうそんなことできないの。 だから、そんなことを言っても始まらない。だから、そういうことじゃなくて、もう個人個人でね、できることは備えるしかないんですよ。大きいショックに備える。もうそれしかないんですよ。だからこれはね、いかにどこまで備えていくかっていうのはね、個人の財力だったりね、まあ、置き場所だったり、あとは、まあ、気合だったりね、気持ちがこもってなかったら人間、行動を起こせませんよね。 洗濯するのもそうじゃないですか。なんか体がなんかだるいな、今日なんか気分が乗らないなと思ったらね、せっかく晴れているのにね、太陽の光も当たっているのに、なんかそのまんま休む日、ゴロゴロしちゃうことってあるじゃないですか。気分が乗らないとね。で、夜になってしまって、ああ、洗濯すればよかったなって、ああ、でも明日でいいかなと思ってね、土曜日ゴロゴロしちゃった。でも日曜日、明日になってみたら、 大雨これ困ったね、よくあるよね、そういうことね。ああ、昨日選択しとけばよかったなって。いやいやいや、ね、やっぱり、それはね、あるんですよ。でもそれって、人生の縮図なんですよね。やっぱりチャンスを見逃してはいけないし、やるべき時にやっておかないといけない、手遅れになってしまうということなんですよ。これはね、だから食料とか備蓄するのもね、備えるのもそう。水、大変ですよね。 水の備え、どこにそんな水置いときゃいいんだってことですよ。だってトイレね、流すのに5リットル以上は使うでしょ、1回に。で、家族が4人いたら、ね、トイレ行って1人が流して、トイレ行ってまた1人が流してって、そんな水蓄えておけないですよね、きっとね。恐ろしいほどのタンクがいるでしょ。で、これマンションだったりしたら、ちょっと不可能に近いじゃないですか。ベランダにね、タンクに水って言っても、トイレ、ね、全員が流し続けたら、 おそらくもう2日ぐらいしか持たないと思うんですよ。100リットルあってもね。だから、200リットルあったって4日、5日しか持たないわけでしょ難しいんですよ。飲み水だけでいいんだったらね、まだ持つけれども、体も洗わなきゃいけない、顔も洗わなきゃいけない、歯も磨かなきゃいけない。ね。で、トイレも流さなきゃいけない。そんなことを考えると、ね、お皿さえ洗えなくなってしまうじゃないですか。料理もできない。 お味噌汁もできないんですよ。これは困ったことになりますよね。だから食べ物と水この2つを解決備えていかないと危ないですよ。本当にうん。特に水ですよね。水は難しい。水でみんな悩みますよね。うん、まあ、だからね。土地があってそばに綺麗なね。もう本当にちょっと浄水器で浄水したら飲めるような。 きれいな水が流れてるところっていうのはありがたいことですね。だって洗濯したりとかね、あの体浴びる水だったら、その川の水汲んできちゃえばいいんですもんね。で、浄水して飲めるんだったら、浄水して飲み水をね少しずつ浄水して、1日5リットル、6リットルあれば、なんとか飲めるじゃないですか。だからそういう飲み水、料理に使う水が、その川でね、その水で。 手に入れることができる場所にいるんだったら、すごく幸いですよ。それは本当にあの幸せで安定した生活が送れると思いますよ。あと、食料だけちゃんと備蓄しておけばね、まあ、なんてことないですね、乗り越えられるわけですね。まあ、でも、その方のそれは運だったのかもしれないし、運なのかもしれないし、またはあの選択が、ね、いいのかもしれないしね、こうしよう。都会を捨ててね、あの都会の街の、まあ、便利だと。 いうようよな一般的にねコンビニが近くにあったりね、ねお店が歩いて行けるところにあったり、駅が、ね、徒歩で10分以内にあったりね、ねそうやって便利だといわれる生活を捨てて、もう本当に過疎地みたいな田舎のねポツンと一軒家に引っ越されている方って結構いるんですよ。で、静かでいいしね、うんまあ、ここは熊も出ないから安心だっていうことで、でそばに小川がさっき言った綺麗なね水の流れている小川があったりね、ね歩いていけるところに。 それはね、楽ですよ。何か大きいことが起きてもね。でもそれって、自分の選択ですよね。自分が行動を起こしてそうしたわけですよ。だからそれはそれで、ね、その人のことを、ああ、いいな、なんかいいなって思うかもしれないけど、誰だってできるんですよ。誰だって気持ちを込めて行動すればできるじゃないですか。で、これを言うとね、え、だってお金がなかったらそんなのできるわけないじゃないですかって、あの、くってかかる人いるんだけど、 え、今はね、そういう古民家を買うブームが起きちゃってるので、みんなやっぱりそうやって同じことを考えてる人が多いので、値段上がってるんですけど、これ1年前だったらね、100万前後でいくらでも売ってましたよ。住める家。本当に。だからそういう家を100万ぐらいで買って、ちょっと手直しして住んでらっしゃるんですよ。土地も200粒ぐらいついててね、畑もついてたりして、100万ぐらいで投げ売りしてたんですよ。でもそういうところ、のきのみもう買われちゃったんだよね、みんな。 あやっぱりなんかそういう第2のセカンドハウスで避難するところがあるといいなと思う、ね、気持ちは同じなんでしょう。そういうところがなくなっちゃったんですよ。だから早めに行動して、そういうところを都会のアパートとかマンションにいながらにして、まあ、歩いても行けるけど、車だったら1時間ぐらいとかね、そういうところにセカンドハウスを買われた方、多いですようん。でもそれも選択じゃないですか、100万ぐらいだったら、バイトしたってたまるでしょう、1年間バイトしてれば一生懸命。ね あの、二つ掛け持ちでバイトしてたらね、百万ぐらいたまると思うんですよ。うん、だから、それも、それは自分の選択で、あの、今まで通りの生活じゃなくて、よし、一つ、あの、仕事、バイトで増やして、お金貯めて、セカンドハウス100万で買うかなっていうね、その気合を入れて、働いて、本当に100万円貯めて買ってっていう人もいますよ、私の知り合いで。いいことですよ。今はね、その人は、 あの古民家みたいなところを買ってね、やっぱり200坪ぐらいの土地で、50坪畑がついてるんですけど、本当に良かったって言ってますよあの、こんな世の中になると思わなかった、うん、それは私がなるって言って、その人をそうしたんですけど、あの思わなかったけど、本当になってきて、いやなんか畑に食べ物もね、植えてあ、なんか人もあんまりいないとこなんですよ、仮想化しててね。いや、良かった、この山の中、なんか安心できるって言って、この中にいて、インターネットもなんにもやんないと、 ね、あの何にもなかったかのように過ごせるから、なんか安心感がすごくてということで、まあいいですよね、それもね、それもその人の選択じゃないですか、自分で選んだんですよね、うんだから自分で何でも選んで、もう本当、自己責任ですよ、自分で選んで進んでいくんですよね、まあこれからね、いろいろ起きそうな気配濃厚じゃないですか。でも起きてからだと みんな起きてからなんですよ、日本の方、多いのはね、起きてから、え、じゃあそういう田舎の物件ないかな、ないですよ、もう、だってもうほとんど買われちゃってるしね、残ってるの、いや、ちょっと痛みがすごいなっていうことで、大規模修繕が必要な物件ばっかりが今、残ってますけれども、いい物件はね、まあ、売れちゃいましたね、し、まあ、仕方ないですね、これもね、やっぱりそれ早いもん勝ちなんでね、うん、あの早く決めてしまってるということなんでしょうね。 まあ、備えないとだけど怖いですよね。これはね。もう一大事だと思いますよ。ね。まあ、日本の存亡がかかってるわけですよ。もう気合い入れないと生き残れないですね。これからやってきます。これから大試練の5月を間もなく迎えることになるので、とんでもないことが起きるわけですね。うん。気合い入れて進んでいきましょう。皆さん応援してますんでね。備えましょう。とにかくね。頑張りましょう。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。 チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。